りを体験したのは福島学院大学認定こども園の園児などおよそ130人です。こども園では10本余りのリンゴの木を栽培していて、生産者への感謝の気持ちを育んでもらおうと毎年園児たちがリンゴ狩りを体験しています。子どもたちはたわわに実った藤を一つ一つ丁寧に収穫していました。どうだった？リンゴ取ってみてどうだった？楽しかった。楽しかった。どこで食べるの？お兄ちゃん、え、リンゴと？ひいばあばのうちです。収穫したリンゴは家に持ち帰って食べるということです。